はい、ですね、僕は多摩映画祭で、多摩でロケした特撮作品の特集に、コメンテーターとして、上映後トークに出演させていただいたんですけども、その時にロケーションサービスの多摩のロケーションサービスの方が来られていて、はい、まあ、歴代のウルトラ Q のカネゴンから、ウルトラファイトから、うん、あるいはウルトラマン80の幻の街っていう回は多摩センターの駅が出てきたりするんですけれども、はい、実はその当日の朝に放映された、はい、ウルトラマントリガーの、第17話怒る狂変、はい、こちらでもレビューさせていただいた、はい、その回でも今今朝の放映で、はい、多摩でロケが行われたっていうような話があって、まさにガッツセレクトの地上部隊の、はい、活躍するシーンでしたけれども、本当にこうなんか地続きの特撮の歴史が、続いてるんだなと思って、改めて、ちょっとねこう震えが来たというようなことなんですけれども、はい、そして、はい、今日はですね、その次の週の作品ウルトラマントリガーの第18話、前回まではちょっとシリアスな展開だったんですけれども、うん、一転した、意表をつく展開のスマイル作戦第1号、脚本が根本敏三さんで、監督が田口清隆さんの作品について皆さんでまた感想をですね、はい、述べ合ってまいりたいと思います。はい、じゃあそれちょっと私もちょっと本日いつもここにいるトクスライターの馬場優也さんがちょっと用事で、はい、ちょっと欠席されたので、しょうがながら私がちょっと司会をちょっと補助と形で務めさせていただきます、はい、いやきっとおそらく馬場さんがここにいないということは何かまた土産話があるのかもしれませんので、また僕も含めて楽しみにしております。はい、じゃあ早速ですが、じゃあビックリマンボーさんから、はい、今日のトリガーはいかがいや次回予告で先週の次回予告で、はい、いわゆる今回の話の次回予告ですね、はい、で隊長が、はい、アジア、まあ、すごくなんか偉いリーダーになると、うん、いう話が来て、みんなでじゃあそれをお祝いしようという、うん、お話でしたけど、まあそのキャラクターその剣吾たちと同じく、うん、僕もなんかちょっと騙された感じがまさかねっていう、なんか騙されちゃいましたね、うん、まさかあれが全部歌方の夢だったとはとそうですね、いや今回はそうですね、隊員たちの阿鼻叫喚がこう見れてすごく楽しかったですね、まあ、ちょっとね、いつもと違うテンションが、まあいつもとは違う、まあ体調は特にそうですけど、口をアングレさせたりとか、普段見せない表情、演技の方向を見せてくれましたよね、はい、そうですね、イグニスもすごかったです、イグニス、まあ今回いろんな人のなんか欲というか執着が見れたと思うんですけど、僕はその中でイグニスが結構そのイグニスってその前回でもまあトリガーダークに変身したり、うん、まあ、そのヒドラムに対するまあ憎悪だったりそういうのが強調されてきたキャラクターだったんですけど、いざその本当の執着っていうのを見るとやっぱお宝探し、極上のお宝探しっていうのが強調されていて、やっぱそのヒドラムにその一族を滅ぼされたっていうのがやっぱりその、ウルトラマントリガーダークの闇を求めた一番のなんかあれなんだな、動機なのかなって思いました。そういう意味では本当はその極上のお宝探しがしたかっただけの存在だったんだなって思いました。うんうん、逆にアキトがその妄想で、トリガーに変身しようとしてて、もしかしたらその終盤でイグニスじゃなくてアキトがそのトリガーダークになんか変身したんじゃないかなみたいなのもちょっと思ったりもしました。なんかそのイグニスはちょっとよくわからないんだよね、地図を見て、うん、これ極上の極上の極上だぜって言ってるんだから具体的には何もわからないんですよね、何が極上なのかっていう、ね、でも片やアキトは非常に明確に、うん、ね、明確に欲しいものがよくわかるというね、演出でしたね、はい、なんと変身バンクを、ね、再現してるっていう、ね、そうそれであれだ、ケンゴがトリガーになる方は、うん、はい、最終回じゃないのにもうやっちゃうのって走ってね、そのまま巨大な姿になるというね、あれなんで
ここのタイミングでこれこうもうこれなのって思ったら、うん、実は秋田の方が名神バンク的な演出がさなされてるっていうのは面白かったですね。いや本当にたくしさんならではのちょっとずらし方っていう、そうですね、なんか感じましたね、うん、でそれこそイグニスは本当にそのZのコラボ会でバロサ星人とお宝のなんか見せ合い対決とかもしたんですけど、やっぱお宝っていうのが大事なのかなって思いました。うそうですね、あの精神世界と、みんながこう騙されていたものってみんなの欲望があの如実にこう表されてるから、イグニスの本心もお宝探しを本当はしたかったんだけどみたいな、そういうのが読み取れますよね。逆にただそのお宝のとは何なのかっていうのは何にも出てきてないので、そうですね。宇宙最大のお宝なのかもしれないですね。はい、そうですね。でも僕が一番面白かったのはあの メトロン星人マルールズの、あのちゃぶ台付きのアパートに宇宙人 OK のそのアパート、あのちゃぶ台ありの物件をこう探しているのを見て すごい限定的なというか宇宙人あそこの世界って宇宙人を何でしょうね、こうが入居していいか悪いかっていうのも分かれている世界線なのがちょっと面白かったですね。なんかその辺は大河ともなんかちょっと大河っぽい世界観にねちょっとなってますね。あのつぶらやイマジネーションで配信されてるナステッセ開発部屋だと結構いろんな宇宙人が出てきて、例えばあのビルの建設中のビル現場に隠れて住んでるワイルド星人とかがいたり、なんか地球の文学を学ぶために、ガッツセレクトの食堂で働いている、ペダン星人が出てきたりと、なんかその どれくらい宇宙人がこのあのトリガーの世界に馴染んでるかは分からないですけど、なんかそういうのもなんか、ね、なんとなく世界観の断片が見れるような感じがして、なんか面白いシーンだなと僕も思いました。結構来てるんですね、うん、なんか、ちょっとだからトリガー本編だとちょっと今回はそこら辺をこう、うん、なんていうのかな、こう、世界観に深く根ざしたものとして描くにはちょっとおそらく、うん、多分きっと煩雑になってしまうだろうというところがありつつも、うん、まあ実はそういうところがね、うん、保管されているというところでしょうね、うん、となんか特撮で何か見どころとかはありますか？ああ、そうですね。やっぱり、現れましたね。ゴルバー2。そうですね。スーツは多分おそらく変わってないんですけど、トリガーがこの尻尾に巻かれるシーン、ああ、ありました。あそことかね、やっぱり良かったと思うんですよ。やっぱりゴルバーおなじみの倒されると、ギニョール爆発するという、やっぱり今回も見事に散ってくださって、うん、とってもね、すがすがしい気分です、はい、田口監督って最後の倒すシーンが結構半分こになって真っ二つになって破壊される倒されることが多くて、今回も真っ二つになって倒されて、ああそうですね、なんかウルトラマンオーブの劇場版でその、はい、その真っ二つにするのを やりたいっていうので、その最後のフィニッシュが八つ崎降臨型の必殺技だったっていうのもあって、また田口監督はその切断技が好きなんだなと思って、今回も切断技するのかなと思ったら切断技来てくれて、おおと思いました本当にちょっと怪獣もね、なんか見どころが、ね、ちょっとこう、まあ第1話でできたね、まあですけれど、やっぱそれなりにこうね、まあ、都市の高いもあって、まあ、いやそれが隊員おのおのの大切なものが壊されていくっていうのは面白かったですよね。銀行なり、あそれがアパートがね、それみんな一気承知しちゃうっていう。だから1話は火星でしたけど、今回は都市部っていうのもなんかその新鮮でしたよね。確かにね。ほんまにあれですね、ゴルザーがね、ティガーのオリジナルでも、まあ、2度出てきましたけど、まさか今回は、うん、確かにそうですね、うん、というところでもなんかすごいこうティガーのちょっとねすごいフィーチャーした回があったと思います、うん、特に最後はね、まさかの登場、あいつがね、一体何エロイドの仕業なんでしょうねのもあって、ちょっとこう、ね、はい、来週がちょっとまさかこう続くとは思わなかったですね、うん、そうですね、6週連続ですかね、前後編は、なんか単になんかちょっとなんですかね、ちょっと、まあ、前回よりちょっとなんですか、箸休めみたいな回なのかなと思ったら、まさかの展開ということで、誰が精神攻撃したかっていう謎解きがね、まあ、来週、ね、
多分明かされると思うので、はい、はい、と来週も楽しみにしたいですね。はい、はい、じゃ一旦ちょっとこれちょっと箸休めとして休ませていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは先ほど三巨人の話がね、はい、出てこなかったのでそこら辺の話も含めてね、はい、まず花道さんからお願いします。今日は最初にですね、あの健吾の夢ですかね、はい、から、あ、そうですよ ね、 入ってましたよね。非常にシリアスな感じで始まりますね、はい、で、まあトリガーダークの主観というか、うん、あ、トリガーダークって言っちゃっていいのかわかんないんですけど、まあまあ、トリガーダークの主観カメラでこう始まって、うんうん、カルミラとの共闘というのが描かれてましたけど、はい、で途中でこうトリガーダーク特有のこう行動をして、あ、これトリガーダークだって、うん、まあ、完全にわかるわけなんですけど、うん、でこうなんかこうカルミラ自身は今日はもうカルミラ自身も出てきて、はい、そのカルミラもこうトリガーダーク、まあ、トリガーの、うん、あの幻影を見るわけ、幻影なんですかね、結局幻影な見るわけなんですけど、うん、だこうトリガー自身もカルミラの夢を見てて、うん、でカルミラもトリガーの幻影を見てるっていうのがちょっとあ、まあ面白いなって思ったんですけど、うん、まあでもそれがケンゴの夢っていうのはかなりなんかこう前回まであのイグニスっていうのがトリガーダークでしたけど、結局そのトリガーダーク自体も、まあ、ケンゴの記憶なんだっていう感じがしましたよね。で、まあ、片やそのダーゴンも今回あの出てきたわけなんですけど、はい、あのまあ、パーティーの食べ物を買いに来たユナとケンゴの、うん、まあ、ストーカー的な感じでしたけど、はい、あれもまたその幻影ですよね。ああのユナが花を持ってくるわけなんですけど、なんかあそこもこうケンゴとカルミラっていうのと、うん、ダーゴンとユナっていうのがこう、うん、なんか似たようだけど違うものとして、まあ、描かれてるんだなっていうのは感じましたね。対比がちょっとはい、クラスが違うと。で、あと今回は かなりこう撮影というかが特殊だったと、うん、演出が特殊だったと思うんですけど、はい、あのまあ、オープニング終わって、うん、三巨人が会話してるシーンが始まって、カルミラがこう、まあ、幻を見るシーンから始まって、うん、まあ、そこでもうプリズム光みたいなのがもう映ってたんで、あ、まあ、そこもこう 隊員たちに降りかかった幻と同じものなんだなって感じだったんですけど、うん、その後にこう隊の、メンツでこう、TPU のなんだアジア総司令に決まるっていうところでもから始まるんですけど、こうもう最初からこう見た時に魚眼っぽい少し歪んだあの、まあ、レンズで撮っていて、もう見ただけでこう違和感というか、うん、あもうあそいい意味なんですけど、うん、気持ち悪いなっていう感じがしますよね。なんかこう違和感というか、不穏な空気が感じ、はい、もう不穏な空気感じて、いや今回ギャグじゃなかったのみたいな、まあ、それこそだからそのメタ的な思考としては、そのアジアの偉い人になってしまったら、そのまあそれこそ、マルールも言ってたけど、そのやめなきゃっていうか、働き、まあ、当分は権利とはいえ、いずれはやめなきゃ、だからそのそれやるとそのトリガー時代のその隊長っていうものがいなくなっちゃうわけだから、どうすんだって話だから、どうせまあ何か嘘なんだろうなっていうちょっと感じはしてたんですけど、それがこうまあ演出でちょっと確信したというか、まあ何かこう幻的な感じなんだろうなっていうふうに思いましたね。でちょっと高橋さんは今回、はい、はい、どれをね、そうですね、まあ、今回ウルトラ作戦じゃないよね、はい、スマイル作戦第1号っていうことで、もうギャグ界だなっていうのはもちろん分かったんですけど、はい、でもまあトリガーだし田口監督だし、うん、まあ、絶対ギャグだけにはならないだろうなというのも分かってたので、うん、そういうつもりで見たらいきなり最初ねすごいシリアスで、うん、トリガーダークの主観、先ほどおっしゃったけども、トリガーダークの主観で物語がいきなり始まってカルミラと共闘してるっていうところで、まだまだあのケンゴの中のトリガーダークの
何かっていうのは残って、あれがだからその幻影で見せられたのか、本当に健吾の記憶なのかっていうところがわからないところなんですけれども、でもまだトリガーダークを引っ張るのは引っ張るんだなっていう、そういう感じはしたので、この先また健吾についても展開がもう一つあるんだろうなっていうことは感じましたね。で今回やっぱり田口監督すごい上手いなと思ったんだけれども、その幻影のシーンっていうのが現実のシーンなのか現役のシーンなのかっていうのがはっきりわからない状態で進んできますよね。だから突然なんかみんなにいいことが起こるっていうので、これはなんだろう、いいことを起こす何か操られてるのかなっていうふうにも思ったんだけども、蓋を開けたら全部それも幻影だったっていうことで、で面白いなと思ったのはそれに最初に気づいたのはイグニスなんですよね。だからみんな執着がものすごい強いんだけども、イグニスの執着っていうのは実はそんなんでもないのかな、やっぱりちょっと引いたところがあって、でまあお宝を確かに求めてはいるんだけれども、それが本当の目的ではないんじゃないかなみたいな、それこそなんかこう具体的な欲じゃなかったじゃないですか、うん、さっきも言ったんですけど、お宝お宝って何それって話ですけど、あのひまりとか鉄心とかは明確にお金で何に使おうとかそういう話だったし、モデルとかなんかこう具体的なものに対してこう、まあ、それこそ一歩引いた目で見てるからこそ、お宝お宝って言えるんじゃないかな。そうそうそう、ただ要するに彼にとってのお宝とは何かっていうところが、要するにそのケンゴとユナに対して極上の極上の極上だぜって言うっていうことは、彼にとってのお宝っていうものは何なのかっていうものをですね、伏せてるのではないかというふうにちょっと僕は思いましたけど、自分自身も分かってないんじゃないですか。なんか、まあ、そこはどうなんでしょうかね。ね、だから敵討ちっていうのが一つあって、でそうでないものがまたあるんだとしたら、またそれはそれでこれから先の見どころですよ ね、 だから先ほどのメンバーの話でも出ましたけれども、あれですよね、秋田の方はかなり明確に出てくるだけ に、やっぱりそこがちょっとその気になるところではありますよ ね、 すね。だからもしかしたらこの先秋人とイグニスが絡んでくるようなことがあるのかなっていうのをちょっと、そうですね、真逆ですから ね、 トリガーをトリガーダークを捨てたものとまだトリガーの力に執着してるもの、ね、秋人にはまだまだもうこの間も言ったんですけど闇でいてほしいところがあるのでそこでイグニスがやっぱりアキトに対して何らかの働きかけをもしかしたらしてくる可能性もあるのかな、まあ、アキトとイグニスの関係というのはね、ひょっとしたら目が離せないのかもしれないですよ ね、 そうですよね。イグニスは思ったより元気だったっていうね、あ先週ああ確かに確かに割と元気で、ね、飯もちゃんと飯もなんか良さげな、なんかプレートみたいなそう、ね、一瞬映りましたよね。でもまあそれがイグニスっぽいっていうか、これがイグニスだなっていう感じがするんで、やっぱりただの敵討ちのキャラクターじゃないなっていうのを感じました ね、 そういった中でちょっとね、また三巨人がちょっとこうちょっと仲違い的な感じでね、ヒュドラムがちょっともうあいつダメだなっていう感じで、ちょっと今回かなりそのさっきの話じゃないですけど、その現実と幻っていうのが分かんなくなってて、そのあれの話の視聴者にとっても、あれの話のどれが本当だったのかっていう話になってきますよね。だからそれこそだからゴルバー2が出てきましたけど、あれを召喚したのは、まあ、話上ではヒュドラムみたいな話になってますけど、もともとカルミラーが出したもので、であんたが出したんじゃないのかみたいな感じだったんですけど、だから誰が出したんだっていう話でもありますし、そうですね、明確にちょっとそうですね、誰が出してるかはもう分からない、それも引き出し、なんかまあなんかそれこそその三巨人のまあヒュドラム自身もこうなんかなんですかね、ダーゴンにこうお前が導いてくんだみたいな、一族の目的を果たすんだみたいなこと言われてたけど、あれもだってダーゴン幻影ですよね、きっと、だからそのそれぞれがもうなんかもうごちゃ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 って視点もごちゃごちゃだし、すごいなんかこう見ててもう謎が謎を呼ぶ、本当になんか
考えれば考えるほど分かんなくなってるような。だ三巨人のなんかその欲望というのもちょっと出てきましたよね。っていうとね。そうですね。サルミラはもうトリガーに執着してて、うん、ダーゴンは地球人と何かの関係を築きたいと。うん、ヒドラムは三巨人のトップに立ちたいっていう感じで。確かに。それが今度の多分三巨人のいさかいにつながっていくんだと思うんですけれども。うんそしたら 来週の予告編でもちょっとこう、うん、そう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 対立が分かりましたけどね、あ、僕高野博之さんじゃなかったのがちょっと残念だったんだけど、うん、来週のね、うん、あね、人間が、うん、あと今回一個思ったのは、はい、さっあの前半でも話題出てなかったと思うんですけど、ユナだけ幻影を見ていなかったんですよね。そうですね、無欲の象徴なのか、ね、どういうね、それがこれから先にどういうふうにつながるのかっていうのがまたここが一つ見ものですよね。おそらくその騙されてたわけじゃないですか、ユナ自身も、うん、だからイグニスに気づかされたわけで、うん、その今回映ってなかっただけでユナの幻もあったんじゃないか。ああ、そういう見方もあるのか。まあ、それあ誰の視点かわからないわけで、うん、今回ユナの視点はまあおそらく描かれなかったはずなんで、そうするとそのユナが幻を見てたかどうかすらわからないわけじゃないですか。うーん、でもだってその客観的に見てればそのなんだ隊長のあの事例とかを見てれば、うん、その幻って分かってたら事例がその健康診断だってわかるわけじゃないですか。だけどイグニスに指摘されるまで気づかなかったってことは、うん、ユナ自身も幻の中にだって最初にみんなにパネル見せるもんね。そうですよ、ね、あ確かに、ね、その時に健康診断だっていうふうに気づかないわけだから、うん、周りの描かれなかっただけで、うん、おそらくユナもそうですね、何かしら、何かしら、あああったのかね。うん、なんかみんなの理想全部を逆に見てるんじゃないかなってちょっと思いましたけどね。剣豪のなんかつまり作戦で「えいちご!」って言ってるところも別に違和感を持ってなかったわけだし、うん、なんかこれあの次回ちょっとあるんじゃないかなって、まだ解決してない部分で、うん、あれ剣豪のスマイル作戦第1号ってやったシーン、ゴルバーと戦ってる時にあれが入るじゃないですか、階層が、はい、あれちょっと芝居が違いましたよね。あ、はい、あれは、うん、冷めたそうそうそうような感じでしたね。初めはみんなわーわーって言ってたのが、はいはい、あっちの後半の方はあのアキトがユナが言うんならいいかなみたいな、ちょっとわーわーって言ってたところが、あ、ケンゴの視点ですよね、うん、だからケンゴはじゃあ一体何を求めていたのかって言ったら笑顔、ね、やっぱりみんなの笑顔で、やっぱりスマイル作戦第1号でみんなで盛り上がって楽しいなと、うん、いうこと、そこ、ね、それ自体が剣豪の願望なわけだから、みんなわーってだから振り返った時に少しずれてるっていうところがあるのかな、うんうん、なるほど、みんな冷めてたっていうね、うんうんうん、あ、冷めてたとまでは言わないわけでも、うん、そこまでじゃなかったかもしれないみたいな、うん、微妙な違いでしたけどね、うんうん、なんかあのガッツセレクトってあの従来の防衛チームに比べると、うん、こうあのもちろんそのこう一体となって戦うっていうところの一つのクライマックスはあるんだけど、うん、これまでのエピソードもなんかこう各々が何かそのバラバラの行動をしていてっていう、うん、あのそのまあある種の味わいっていうのがあったんだけど、うん、今回もなんかこうみんなで団結してどうこうっていうことをになりかかるんだけど、結局はみんなが自分の願望を途中から乱すって、最初はみんなで体調をねお祝いしようって話だったのが、それぞれの自分にとってのいいことがね、次から次へと起きてくるっていうね、そういう意味では健吾は最後まで体調のお祝いをしようっていう、健吾は体調のお祝いにみんなが一致団結するということ自体が夢だったんだよね。それはあったのかもしれない。あとね、僕はあのニュージェネレーションティガっていうところで言うと、うん、あのティガで、うん、あのほらあのギジェラの声があったじゃないですか。ああ、はいはい、ギジェラっていう、うん、超古代の植物が現代に蘇ったことによって、うん、ガッツの隊員も含めて現代人がみんな、うん、まあ言ってみればドラッグに、うん、なんか酔わされたかのようにそれぞれの、夢を乱してしまうと、うん、そしてイルマ隊長なんてパタパタパタって鳥になった私みたいになってしまうと、うん、で、あの回って、うん、俺はあのティガの時にね、うん、あの永遠の命って回ですよね、うん、あのシリアスなのかコメディなのか、うん、ちょっと微妙な演出で、うん、まあ全般
全体的に言えばシリアス7割ぐらいなんだけど、うん、やっぱり3割ぐらいはそれぞれがみんな夢の世界に行っちゃったっていうのところっていうのが、うん、まあ脚本にそう書かれてるんだけど、うん、演出上どう処理するのかっていうところで、うん、ちょっとアバウトなところがあった回だと思うんです。まあ、そのゆるさが面白いんだけど、うん、で今回はなんかひょっとしたらそこに目をつけたっていうか、うん、そこをもうちょっとみんながそれぞれどんな風に思ってたのかっていうことに切り込んじゃってやっていけば面白いんじゃねえかみたいな、うん、しかもそれがあのそっちの方から始まっていけば一旦箸休め的なコミカルな話にも見えると、うん、だけど実は永遠の命のように、うん、最後の週末が来る前の一個手前の、うん、あの大きな展開につながっている何かだっていうことで言うと、うん、ひょっとしたら永遠の命的なポジションっていうものがなんかこうあるのかな。そうですね、僕もそれはちょっと思ってて、うん、特に田口さんって実写版例えばで隊員たちがちょっとこうなんかそうなんか普通みたいになってちょっとこうわーってなる回あるじゃないですか。あれも思い出したっすね。だからそれとキジラの回のミックスした感じかなって。だからほんまに田口さんがすごいこう目をつけ資質と目のつくところが一致した回っていうか、うん、なのかもしれないなって、うん、なんていうふうにちょっと思いましたね。そうですね。まあ、でね、さらに、来週は、うん、ね、いよ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 、 いよいよ満を持して満を持して、うん、ティガー、うん、ね、うん、どうなるんでしょうかね。どうなるんですかね、うん、そこら辺は明確に何か言ってませんですけどなんかちょっとなんかね、うん、あの予告編の作りもなんかちょっとドキドキしましたね。ちょっとね、あの回を思い出させる、はい、想起させる回でしたけど、いやだからプラス思ったのが、あの、はい、キリエルトってあのティガーに対するバルタン星人みたいなのって言うやつだ、うん、はい、あれはバルタンじゃなくてメフィラスだからっていう。あ、なるほどね。人間の心に応戦するっていう意味では、うん、あ、で特に今回人間の欲望が、ね、想起されて、でさらにこう来週がその救世主の資格っていう、はい、だからああでケジラの回、ケティガのケジラの回ってあのティガがそこまで人間の、ね、選択に干渉したのはティガ君初めてだったっていう、うん、セリフがあったんですか。ケジラにね、うん、要するにこうハマっていくっていうことは人間の選択なんだから本当はウルトラマンは干渉しちゃいけないんだけども、うん、そこにあえて踏み込むというね、うん、回でしたよね、うん、だからそういった意味ではそのケジラと回とそのケジラと回がミックスしたような回でもありますし、うん、だからそれがどういうふうに、ね、処理されてどういうふうにトリガーの物語にこう消化されていくのかっていうのがちょっと見とこうかなっていう。そうですね、はい、それではどうぞ来週も楽しみにしたいですね。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。